絵になる親子性アピールは早い。元タレントの木下ゆきなが7日、自身のインスタグラムを更新。長女とのツーショット写真を公開し話題となっている。木下といえば先日長女の11歳の誕生日を元でお笑いコンビ藤原の藤本敏史と一緒に祝ったことを報告。木下は健康に育ってくれて誰からも優しいと言われ、私にリリナのゴールはママがハッピーになることだからとクールに言ってくれたり、私リリナのおかげで本当に成長できたりしてるから、11年前緊急帝王切開で産んでちょっとマジ死ぬかと思ったけど、一生忘れないあのドタバタ出産リリナの母ちゃんにしてくれてマジでありがとうと綴り、東本とのツーショット写真を公開して注目を集めていたばかり。そんな木下はこの日、リー私の UNIQLO デニム H&M 1900円くらいのトップス、シダの履き安すぎなシャワーさん、私は時代のカップ好きセットアップと綴り、親子でへそ出しコーデを公開した。長女はデニム素材のビスチェにデニムパンツを合わせ、木下も茶色のセットアップコーデを披露している。この投稿にネット上からは、スタイルが良すぎてすごいスーパー親子ですね、子供が成長すると親子でファッション楽しめますよね、絵になる親子という声が上がる一方で、母は肌の露出おしゃれだと勘違いしてると思うし、子にも遺伝してるよね、性的対象として見られたいならどんどん肌を出してもいいし、それは否定しないけど、この年齢で性をアピールするのは早いんじゃないかって思う、とんでもない親子だなどのコメントも寄せられていた。服の好みも似ている長女と友達のような親子関係を楽しんでいるようだ。また次の動画でお返し。最後までお付き合いいただきありがとうございました。